ただきます。幸せ。2024年にやりたい YouTube 企画。はい、25メートルプールにスーパーボール。なんか夢なんだよ俺の。違うじゃん。結構俺ら頑張ったじゃないですか。はい、頑張ったからやったよ。一仕事終えたので、まあ、全員で飯食おうかなって。行きましょう。ここが秋島市ということで、この辺のなんか美味しいもの探して食べようかな。そうね、しっかお前うちの慎太郎がさっき三々で別れてたじゃないですか、はい、ずっと蕎麦を食べたいっていう。蕎麦ね。最初の方は蕎麦、うどん、蕎麦、うどんって聞いて、そう、最終的に蕎麦、蕎麦、蕎麦って聞いてサービスエリアについてこいつ響きだけで焼きそば食べた。俺らはちょいちょいこう乗りながら八王子ラーメン見つけてて、八王子ラーメンと半チャーハン。あー、いい、それだね。あとね、あと生ビールで昼ラー行っちゃいましょうか。で、この辺って八王子ってあれなんですよ、あのセブンメンのさ、レイ、あ、うん、レイや、あ、違う、レイヤバなね、ヤバなね、レイが、あの八王子出身なんだ。だからレイに電話しておすすめ聞いてそこ行ってみない。あ、めっちゃいいじゃん。じゃあみんな電話するぞ。あ、今の王の時のこの下からね。いらない、いらない俺は全員で王の木更津キャッツアイみたいな取り方しない。いや、だからそのね、山田に電話して。そうね、うん、じゃあみんなで電話するぞ。おー、いるこれ。やばな。大学大丈夫？はい、どうもー、ストーンでーす。あのさ、今、八王子の近くにいるんですよ。君、八王子でしょ？そうですね。あの、美味しいご飯屋さん知らない、昼を食いたいのよ。あと、ヤバナのおすすめのコード進行教えてもらっていい？あ、いいね。A マイナーだよね。A マイナーの次、何がいいかな。A マイナーの次、じゃあ、S と言っておきます。あ、そうだね。ちょっとおすすめの店だけ教えて、ご飯食べる。やっぱそれこそ八王子ラーメンがいいと思う。え、美味しいさ、ね、有名なとこある。ネットとかでもめちゃくちゃ来るのはミンミン。ミンミンか。ミンミンね。じゃあミンミン、ミンミンのアポは任せてもいいの？ミンミンのアポは頑張ろうと思えば頑張れますけど、何のコネクションもないですよ、僕は。あ、じゃあちょっとさ、一回さ、頑張ってみていただいてもよろしい？絶対こっちでやった方が早いから。そっと行くよ。いいですけど、山田、マジお願い。いやいやいや、こうちょっと見えないの。脱帽してるよ、こっち。山田から折り返し来るの1時間後とかになる。いや、1時間半だ。お前、てか大学の授業始まっちゃうんだよね。大学90分だからね。あ、じゃあ1時間半後になっちゃった。じゃあ俺らで、申し訳ないわ。俺らでアポ取るわ。じゃあ頑張って。そうですね、ありがとうございます。はい、じゃあね。バイバイ、ありがとう。Thank you。 なるほど。ミンミン。ミンミン。はい、じゃあミンミンさん到着したので、到着。俺らに関してはめっちゃお腹すいてる。お邪魔します。お世話になります。みんなメニュー決まったら教えて。はい、決まりました。ネギメンマ。早決まる。二飯ライス。次週はネギチャーシューメンマ。あ、ネギ茶メンマ。いや、俺もネギ茶メンマ今ちょっとね、いいなって思って。いや、俺普通にチャーシュー麺にネギ皿。すいません、すいません、いいですか。チャーシュー麺にネギ皿。ネギチャーシューメンマ。ネギチャーシューメンマ。ネギバラチャーシューですよ。ネギチャーシューメンマ。ネギチャーシューメンマ。はい、大。大で、ありがとうございます。こちらネギ皿、お先に失礼いたします。はい、ここ僕ですね。ネギ皿、やばいよ。こういうね、死んだら味ついてる系ですよ。あー、そっち正解だった。いや、ちょっとあげるよ。一個頼む。インサート独特じゃない。そのファンデーション商材する。あ、これインサート用、ごめん。はい、ネギ皿やばいな、正直。いや、ビール食べるもん。ネギ皿だけちょっと一口食べようか。俺もちょうだい。いいよ。どう？やば。あ、お肉もあんだね、ちゃんと。バキもんだよ。
信じられないぐらいの人してるの食べた人間で見たことない顔してる。うまっ。はい、300ぐらいかな。ベロ、ほんベロ、何やってんの？お前だよ。コーチ、エセ笑いして。エセ笑い。はい、嘘笑い。れてどういうレベルを書いてるさ。おいしそう。はい。はい、来た。お待たせしました。こちらから失礼します。ちょっと見せていただこう。いただき。うわー。俺もうめちゃくちゃ美味しそう。インスタート。いやー。ネギバラチャーシュー。あがまま。これ取りましょう。玉ねぎも大盛りでよかった説だな。そうだな。ね、でも俺らライスがいるから大丈夫だし。はい。ネギメンバーのお客様。ネギメンバー。ネギバラチャーシューの並盛りです。ネギチャーシューメンバー並盛りです。ネギチャーシューメンバー。はい。お待たせしました。はい。せーの。いただきまーす。いただきます。た。うわあ、スープ。いただきます。めちゃくちゃうめえ、うん、あ、うまい。やーば、うまい。もうバーカーンってくる。うまっ。あ、うまい。うん、うん、うん、たまんないね。うめん、うん、うめんま。食べます。でもこのスープライス合うわ。うわ、てかチャーシューうまっ。これはうまいわ。ありがとうございます。いただきます。うん、幸せ。最高。皆さん初八王子ラーメン。俺は初、うん、八王子ラーメン初なのかもしんないな。俺2、3回目。僕2回目。すごい美味しい、ね、俺初めて。俺も初めて。美味しいね、うん、いや、これはちょっと矢花に感謝しないとな。そうなんだ。矢花、ほんとごちそうさまでした。うん、つけてね。あー、うん、いいよね。あー、YouTube でありますよね。2024年にやりたい YouTube 企画、うん、はい、はい、25メートルプールにスーパーボール。な夢なんだよ俺の。何回も聞いてるけど、そこにさ、スーパーボールを入れて何をしたいの？いや、スーパーボールなくても、まあ、カラーボールでもいいんだけど、それ飛び込んで鬼ごっことかわかんないけど。は？飛び込んで。ただ25メートルプールに何かが入っているっていう状況がすごく。水じゃダメやん。え、水以外で水だって当たり前じゃん。ジェシーの企画書として成立するぐらい何か作り込みね。一回ジェシーのその25メートルプールのプレゼン会を作った方がいいよね。企画ね。そうそうそう。そんでスタッフ俺ら含めてを説得する。25メートル、じゃあいや、宝探しでもいいのよ。25メートルプールの中にスーパーボールがあって、なんかそのもう宝探しでもいいのよ。もう何でもいい、入れればいいのよ。時点でやっぱりちょっと叶えたくはない。ジェシーが作るさ、書面の企画書見たくない？見たい。どんな文字なんだろう。まだ俺とか北斗はさ、なんか大学とかいつかレジュメの作り方とかなんとなくわかるじゃん。俺無理無理よ。そう、一回これでも動画撮れるけどね。ジェシープレゼン、プレゼン企画ね。うん、その代わり1個じゃない、それがダメだった場合違う企画とか持ってきて、じゃあ別案でこういうのがあるんですけどっていう、ね、ちゃんとパワーポイント使って、パワポでやってほしいみたいな。令和の虎みたいなことしますあ、俺ら座って。でも一人一個なんか考えてきてもいいよね。なんかプレゼン会、プレゼン会、あ、プレゼン会やってみる。うん、なるほどね。次の収録の時に一回プレゼン会やってみる。そうね、ありかもね。そうそうそう。え、みんなちなみにさ、どうしてもあんま口にしてなくても叶えたい動画、俺はある。あ、おるんだ。おるんと。それ今言えるやつ。え、言わない方がいいと思う。ちゃんと俺プレゼンで練って。いや、言ってもいいんだけど。はい。ログハウスが動く。すぐできる。いや、もっとでかいのこれ。こういうのが欲しいんだよ。俺ら。そうなんだ。いや、俺なんかさ、前あった動物系の番組みたいにさ、ちっちゃい幼い動物を6人で育てていきたい。まあ。なんか。泣いちゃうじゃん、うん、なんかちょっとな。でも一回でも前出たストーンズハウスとかさ、うん、そうそう、なんか作りたいとかさ、ね、うん、言ってたね。そういうのキャンピングカー的な、あー、マジでやりたいよね。なんかでもいじれた方が面白いよね。ハイエースとかみたいにカスタムして、そう、外とかをさ、色味とかね。そう、例えば罰ゲームで1ヶ月コーチの顔にするとかさ、あ、ラブワゴンみたいな感じで、ね、CD 発売期間はさ、例えばそのラベル発売走るとかさ、ね、あ、デコトラ買う、デコトラ買う、マジで。デコトラ。デコトラ前しかいない。3人乗りでね。3人じゃない。でもそれはまあ順番でさ、4人待っておけばいい。でも、今日とかもそうだけど、3、3でやってたから、あ、まあ、2台あれば。2台必要で、
デコトラ買う？でそれで次羊を探すね。デコトラで。怖っ。でゴルフはどうなの？あの6人でちょうどゴルフ本格的に始めようって言ってて、あ本当コーチがそれなりにうまいのよ。あーでコーチが教えてもらいながらホール回るみたいな。はい、ということで、うん、八王子ラーメン初の人も、いや初だった、美味しかった。いや、なんか改めて矢花ありがとう。矢花ありがとう。矢花ごちそうさま、ほんとに。いや、腹が減っちゃった。はい、俺はこの後4本分遊び尽くすんだけど、よしお腹空いたらまた組み替えていきたい。はい、今度ごちそうさま。なんで今度なの？今度ね、ちょっと体調だからね。じゃあ、とりあえずごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございました。